はい、お月様が綺麗な7月の22日月曜日です。暑いですよ、暑いですよ、朝から暑いですよ。本当にこの暑い中来てくださって本当に感謝でございます。でもさ、何をね仕入れていいのか本当に迷うんですよ。ご覧のように市場も空いてるね。こんなにみんな必死に買ってる感じはしないです。今日も展示会とかそういうのが今日はいくつか注文があって、その辺の中心の買い物です。フリーではそんなに買ってないです。だってさ、暑いもんね。この暑い中に買っていただけるなんて本当信じられないぐらいですね。それ菊とか百合とかそんなものが中心です。まだあとオーダーから同じぐらい来るのかな。それを待ってます。さて、また今週も水曜日はね入荷少ないんだと思いますよ。先週の水曜日の入荷の写真撮っとけばよかったな。たくさんのヒペリカムが多いですね。ヒバリ、ユーカリ、ミント系とかも多いかな。マリーゴールド、バラが、先週よりはちょっと増えた感じだけども、まあ、基本少ないです。バラは少ないです。まあバラ買う人いないよね。トルコキキョウもまああります。決して安い値段ではないけども、トルコキキョウそうですね、ありますね。今日はあるけど、もう一度言うけど、多分水曜日は本当少なくなると思います。このところのね、7月8月の水曜日ってのは本当少ないので注意が必要です。ブライダルの分でさ、白バラとか白トルコとかを注文してそれで終わりなんだよね、だいたい7月8月の。よいしょ、入荷量っていうのはさ、ひまわりも、特段多いって感じはしなかったです。この辺は枝物ですね。キイチゴが多いかな。ニュースサイド赤野バラ、アンスが高いです。この辺はリンドウ、リンドウ結構多いですね。この先と9月までずっと絶え間なく出てきます。でお盆の時にちょっと高くなります。あとお彼岸の時に高くなります。それまでずっとリンドウは出てくるでしょう。クルクマも順調にありますね。これは糸島、九州から来てます。今日うち買ってるのは愛知県かな、浜名湖ぐらいから来てるやつです。国連のスターチスですね。この辺は
Thank you.